肌の匂い、髪の匂い、体つき、懐かしいな。好きな人でも思い出したのかい？ええ、おふくろです。そうだろうね。で、達者なのかい、そのおふくろさん。いえ、もうガキの頃に持ってかれちゃいました、うん、もう私はおふくろの面は知らねえんです。もう物心ついた時には目やられちまったもんですから。でも匂いだけは残ってます。ちょうど今日があの正月命日なもんでございますから。腹据えるんだよ。腹据わったら、だけど僕は仲悪いかだって上がりの3割くれるっつってるんじゃ、ここらで手を打ったっていいじゃねえか。何を言ってるんだい。3割だろうが何割だろうが、この縄張りは渡せないんだよ。私の目の黒いうちは。もしもそんなことになったら、死んだお父っつぁんに私が何て言って謝ればいいんだ。何かあるんでございますか。ごめんなさいよ、つまらないことを聞かしちまって。ちょっといざこざがあってね。もし門屋一家に申し上げます。あっしは川向こうの中森一家にわらじを抜いた者たちでございます。おみえさんとことは縁もゆかりもねえあっしらでございますが、一宿一般の義理で手伝い申します。お支度ができましたら表へ出ておくんなさいまし。ご丁寧なお言葉恐れ入ります。支度は一年前からできております。どうぞお入りなすっておくんなさい。したな。よ、おっか、おっか、死ねちゃえよ、おっか、おっか。今日はこれで上がらせてもらいます。なんだお前。へえ、旅のあんまでございます。もうこの街道筋で親分さんの評判よござんすね。へえ、ゆんべも下館の正気の柏本さんのところへお世話になりまして。はい。正気ってのは俺の兄弟分だ。へえ、私こうやって博打場から博打場へ渡り歩いて稼いでらんまでございます。正気の柏本さんがご当地へ伺ったら、親分さんのところへ挨拶に行けなんておっしゃっておくなすったもんでございますから。はい。お前、それはいい考えだな。
博打場だったら普通の長寺何万円も稼げんだろ。え、おかげさまで。はい、おい、ちょっと来い、やってもらおうか。え、もうよくてやって、俺もう疲れてる。どうにもならねえ。どうも、それじゃあ。おじゃあ、捕まり出してもらいます。あ、え、ですけど、親分さん、なんでございますね、博打場で領事をするってのは難しいもんでございますね。もう変に肩へなんと捕まりますってと、しっぱたかります。え、私はずいぶんしっぱたかるんでね、コブができまして。いや、そりゃそうだよ、お前。博打を打ってるやつの肩に捕まるとな、月が落ちると言ってな、みんな嫌がるんだよ。はあ。いいか、お前。人の嫌がることだけはやっちゃいけねえよ。はい。おい、おい、ろうそく持ったよね、俺。はい。親分さんの評判は本当にもう大したもんでございますね。そうかね。痛っ。どうやろう。いい、どうすやれ。これだいぶ凝ってるから。このところはだいぶ凝ってます。これは何でございますよ、親分さん。めでてえことがあるか、悲しいことがあるか、どっちかでございますよ。おめえ、どっちだと思うんだよ。親分を連れてきやしたぜ。どうだった。いい、御家の方はバラしやしたが、せがれの方は生きたまま連れてきましたぜ。あげろ。いい。あ、まあ、ええ、おめえ当たるな。背中のコリはめでてえ方だったぜ。なあ、投げやがって。力つけない。この証文におめえの名前書きな。おう、てめえの名前ここに書くんだよ。おう。どうしても書かねえのか。え？それならおめえ、おっかさんの待ってる三途の川へ行くか。親分さんが聞いてなさるんだ。なんとか返事しねえかい。やれ。書きます。なんだよ。あの領事代まだいただいてなかったんでございますけども。あんなもの後でやるから、あっち貸しな。こちらの親分さん評判がいいんで、あの領事が終わったら直にお足をくるるって聞いて伺ったんでございますけどもね。何や。あ、あ、釣りはいいから、まあ、けんな。へへへ、一部もらってありがとうごぜやすと礼を言って帰る場所もありゃ、また百両百貫もらっても帰られねえ場所もあら。なに、気取ってないのか。どこまで行かってる。
どうか。出てこい。になったもの、おせっかいな人で、あ？いや、ずいぶん流れの早い川でしたね。前から一度おめえさんに会いてえと思ってたんだよ。打倒のいつなんだろう。叩きにされても、すまきにされても、どうして抜かなかったんだい。見てたんですか。おめえさんの居合が見られると思って楽しみにしたんだよ。どうして抜かなかったんだい。受けねえわけがあるんです。どうしてだい。そのわけを言ってと、毎年今月の今日殺されなくちゃなるよね。だっておめえ今死ぬところだったじゃねえか。死にません。あのまんま川へ流しておくんだ。それや、どうしてあっしを助けたんです。おめえさんにはあんなくたばり方してもらいたくねえからよ。ちゃんと勝負してくたばってもらいてんだ。どんなことがあっても抜かねえんだな。クレムツまでは抜けません。本当だな。クレムツか。決めた。
です。竹川の川兵衛ってんだよ。何の御用です？メス粒がついて気持ち悪い。取れ。まだあんまり人をバカにするってとか。茶漬けいっぱいもない。はい。しつこいな、食べよう。俺にも茶漬けくんな。はい。汚れーなおい。頼むから後つけないとこなさいました本当に。ねえ、心配なんだよ。クレムツの金が鳴るまでは。世の中にはバカが多いからな。おめえさんに喧嘩売ってくるやつがいるかもしれねえや。だからクレムツまでは俺がついててやるんだよ。だからあのまんま川へ流しといてくんなさればよかったんですよ。そうはいかねえんだよ。俺はおめえさんに借りがあるからな。借り？おう、借りさん。貸した覚えありませんよ。あるんだよ、それが。どこで？約束しちまったんだよ。誰と？俺とよ。自分とよ。人間な、てめえと約束したことだけはどんなことがあっても守らなくちゃならないんだよ。俺は金もなければ所帯もねえ、東西もなければ親もねえ。自慢じゃねえけど、てめえとの約束はどんなことがあっても守るんだよ。おめえだって今日の暮れ六つまでは抜かねえって約束してるじゃねえか。おふくろとね。おめえ、おふくろいるんかい？土の中にね。今日がちょうど正月命日なんですよ。年に一度の正月命日じゃ、どんなことがあってもとさん抜かねえって心に誓った。おふくろが足の手を握りしめて息を引き取るときに、ちょうど明けの鐘が鳴ってね。だから明けのつから暮れ六つまではどんなことがあっても登山抜けません。それじゃおふくろさんとじゃねえや。おめえだって自分と約束してるんじゃないか。どういうことになりますかね。
角屋のせがれを捕まえりゃ大枚五両入るという噂だぜ。五両そうよ。兄弟、久しぶりに白い首だけでな。兄弟、その時早いとこと捕まえて、これね、焦るな、この野郎。ねえ、おい、こら早いとこよ。焦るな、この野郎。兄弟、その話は確かかい。おい、こっち来い、こっち来い、てめえだよ。よしこ、おい、おい、角屋のせがれか。ほらな、こんなバカが出てきたろ。何を。片木さんの飯時で静かにしろよ。角屋のせがれかと聞いてるって。後がいい。せがれだったらどうするんだ。首がなくなるぜ。ゲルパン。やろう。ゲルパン。やろう。ゲルパン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 。てめえらこそ表へ出ろ。チャンバラを商売としている我らに向かってハマリといえばチョコだいな。な。出た、笑いが出た。そら見られ、笑いの後の口笛だ。てめえの戦が去ったのかな。メシアには二度と来るんじゃねえぞ。名前はモンジってんだよ。ああ、モンジさん。お前さん、いいとこあるね。スーッとしました。もう一本ください。はい。あんたって旅して嫌なの、ああいう手合いだからね。何です。若い娘の茶碗酒だ。ちょいと言ってくれ。一本おらしてもらうぜ。お待ちどうさま。いただきます。一人食べかい。待ち合わせてるんです。お安くないね。茶一杯もない。父とです。だけど強いね。水みたいに飲むんだな。子供の時分から父の膝に抱かれて晩酌してましたから、待ってる間にいつも五六本開けちゃうんです。心配で。心配って何がよ。お父さん何してるんだい。武将かい。侍です。でも職がないから武将かな。
飯を一杯頼む。はい。梅沢のお父さん、ここのところに傷のある人かい？父と会ったんですか？助かったんだよ。俺がおめえさんに金があるってのは分かったろ。どうするよ。どうするったってさ、そらわしゃこういうこと早く教えてった方がいいんだよ。行きに行くかい？いや、それじゃない。よし、俺に来てやろう。本当ですか？どうして父を切ったんですか？父があなたに何かしたんですか？あのな、俺たち武将統制ってのはな、変なしきたりあるんだよ。一宿一飯の義理で命のやり取りをするんだよ。だからそこで切ったり切られたりしても恨みっこなしよ。知っています。父もいつかそうなると思ってた。去年か今年か来年か、でも今日になるとは思わなかった。敵を討ちたいんです。敵を討つにはもってこいの日なんだよ。この人はな、今日はクレムツが鳴るまではどんなことがあっても抜かねえんだよ。どうしてですか？わけ言ってやんない。使えない。済みましたか？やったじゃねえか。大したもんだ。急所だけは外してやる。
分だ。わかりません。いけねえいけねえ、捕まったよ。お、逃げた。割れてやるな。何かあったんですか。あの捕まりそうになった男な、あの男のお母さんをおめえさんのお父上が切りに行ったんだ、まあ、とにかく殺されちまったんだ。中森一家から助っ人料をもらってるやつらにな。その連中もよ、そこでわらじを脱いでる客人にまたやられちまったってわけだ。だからあの男とおめえさんとは同じ日にみなしごになった。ダメだよ、あいつも殺されちまうな。助けてやってくれねえかな。え？はっきり言いない、はっきり。助けてやってくれねえかな。おいよ、俺はおめえに借りがあるからな。しかしおかしいぜ、俺がやられちまったらどうするんだ。お前さんの正月命日にも向きませんよ。やめろ。どうなりました。みんなやられた。お世話になりまして。中森一家に一人で敵討ちに行くって言ってたぜ。行った。こいつは行くのか。抜けねえ仕込み持って行くのかい。大仏までにはまだ間があるぜ。おう、黄昏橋の橋下で待ってるぜ。ありがとうございます。またどうでもいい。本当に一人で切り込む機会。
このままじゃおふくろに申し訳が立ちます。おめえがその気になっただけでもおふくろさん喜んでる。おめえこっから動くんじゃねえぞ。いいな。むつまでにあとどのぐらいあるね。半時ばかり。大丈夫だったんですか。お前だ。どうしてこんなところへ。新吉さん、お前さんこれからどうするね。おふくろの弔い済ましてから、おらヤクザに向いてね。雨屋になっても堅気の方がいい。人間なんちったってお天道様の下大手を振って歩けるほどいいことはねえ。実は君に頼みがあるんだ。あのね、これこの人のお父っつぁんの弔いも一緒にしてやってくんな。切っちまったらしいんだ。この人も一人ぼっちよ。
いっちゃん、俺って男、どうでもてめえとの約束は守らなくちゃいられねえんだい。なければ俺は行くぜ。したい合い切りだ。痛くも痒くもねえ。いざ俺の正月命日にゃ抜いてくれてもええな。文治さん、文治さん、探す島帰りの女に座頭市が手を貸す。喧嘩相手の二人の親分に市を売り込む三下ヤクザ。冷酷な八州取締役の陰謀に座頭市の仕込み杖が冴える。次回座頭市物語にご期待ください。